皆さんこんこにちは以上式な経営コンンサルタント高橋坂子です本日のテーマは「売れない営業と売れない教室の残念な共通点」についてお話をしていきたいと思います。えー、実はですね、このお話をしようと思った背景が実はありましてですね、あのー、先日、定例簿からですね、まあ、新サービスっていうか、私の会社に合うような。 サービスを提供ということで、ふ、まあ、普段はね、お話を聞かないんですけれども、内容的にもちょっと聞いてみてもいいかなっていう内容だったんで、まあ、それをね、あのまあ、アポイントを取ってっていうことで、あのやったんですよ、話をね。で、その時のそのアポイントを取る人のお話と、実際に画面に出てきた人のお話の食い違い。 とかっってていうのもあって結構ね残念な感じの,あの雰囲気で終わったっていうねあそ,れそれをテーマにですね教師の先生で、まあ、売れない教師の先生も要は人気がないとか制約率が悪いとかいうね教師の先生も似たようなことをやってるんじゃないかなっていうふうに思って 共通点というくくりで今回のテーマでお話をしてみようと思いますのでそれが今回のお話の発端でした。はい、ということでね、えー、とじゃあ早速本題の方に入っていきましょう、えー。売れない営業と売れない教室の残念な共通点ですね。えー、と今日のお話は2つです。まずね共通点2つ。まず1つ目はお客様の同意とタイミングがない。 っていうタイあごめんなさい同意がないのとタイミングが悪いこれが1つ目です2つ目が、えー、一貫性がない最初のオファーと最後の、まあ、締めの部分の一貫性がないずれてるっていうところですね、まあ、こちらを、えー、実際にどういうことがあったのかっていうことと、まあ、教室業に置き換えてお話をしてみたいと思いますちょっと。 <laughs> メモ書きがね変になっちゃったから、もう一回ねちゃんと整理してねお話をしていきたいと思います。えー、とまず1つ目、ですねお客様の同意がない、タイミングが悪い、この点についてねお話をしていきたいと思います。えー、今回、ですね、まあ、ポイントが、ね、ありましたと、まあ、聞いてみようかなっていう内容だったから、まあ、聞いてみ,たみ見ようとしたんですよ。 まあ普段は聞かないんですけどねでしかもその内容がまあちょっと聞いてみてもいいかなっていう内容と、あのー、特にそ,そこですぐに契約をしてくださいっていうお話ではありませんただ事例をお伝えしたいだけです15分ほどお時間頂けませんかっていうことだったので、まあ、15分ならまあいいかって思ってしかも契約は迫らないというお話だったんでね。 いいでしょうっていうことで話を聞,き聞こうということでやったんですよ。で、まあ、もちろんある程度大きな会社さんですから、えー、その方はアポインターあの、まあ、ちょっとちょっとまあ押しが強い少しズうずしい感じの声の私の勝手な想像ですよ <laughs> ズうずしい雰囲気の声のおばさまです、はいと。実際に ズームで、まあ、画面に出てきたのは、まあ、営業、まあ、若いかな、男の子みたいな雰囲気、まあ、営業です、はい。ここでまず人が違ってはいるんですけどね、まあ、それはある意味想定内ので、まあ、そこはいいです。で、あのーまあ、私のね、えー、っと状況とかを当然分かるはずもなく、えー、コンサル業。 っていう業種業態において、えー、お役立ちだった事例っていうことで事例がねあの、まあ、どういうのがあるのかな、まあ、15分ぐらいならいいかみたいな感じでもともとスタートはしてるんですけれども、まあ、そのアポを取ってきた人であればねまだ調べている状態で、まあ、あるんでしょうけれどもその営業の方っていうのはそんな に私の会社の多分ホームページとかを見ていない状態でまあ自分の会社はこういう会社でとかこういうサービスを展開していてとかっていうのでねでまああのー、話が進んでいくわけですよでまあ最初黙っておとなしく言ってたんだけどいや会社の説明長いなとか思って <laughs> もうすでに15分とか、ね、まあまあまあいいですよまあそれはいいとして、ね、30分ぐらい取ってあったんだよ で、まあ実際にじゃあ何,何なのかっていうところで、まあそういったね、コンサル業でビジネスをやってる方がこんな風にして、あんな風にしてっていうことで、話がね、進んでいったんですよ。まあまだそれはまだ、まだね、いい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 んですよ、まだね。ただ、うんとまあ、ずっと一方的に話をするのを聞いていて、まあ、このサービス、ちょっと うちには合わないない一体金額いくらかかるんだろう大げさなシステムだよなって私がやるにはって思いながらね聞いていてうんよくわからないけど、まあ、導入ないなとかって思ってたんですよ。でまあ,あの実際にどうですかっていうことだったんで、まあ、これこれこういう点で導入ないかなっていう話と、まあ、そもそもなんだか、ね、金額も すごく高そうだし今そこ自分も運用してるシステムがあるのでそれに加えてプラスアルファっていうのはどうかなっていう感じで言ったんですよね。でじゃあ金額あのねあのお話をするしないの部分においてもざっくりしたとこ聞いておかないと。 導入しする以前の問題だったりするとお互いに残念じゃないですか時間も無駄だしとかって言ったらまあ10万円ですっていう話を言って今の私の予算官にない予算官だったんであそれだったらね多分ね頼まないですって言って話を終わりにしようと思ったんですよ。ねえだけどあのもうちょっとお話をね詳しく聞かせていただければ、えー、と提案を あのまた次回にね今日はもうお時間ないですからもう30分になっちゃってるんですけど次回にまた提案をしたいんですがみたいな感じでいや私今の話聞いてたとか思って私の中ではそれないなと思ってるっていう話とだから次回はないよねって思いながら言ったんですけどなんかずれてるんですねすでにね。 を提案したいと思うんですが、って言って、な何月何日の何時頃っていかがですかとか言って、いやいやいや、私、それ以上先聞くつもりがない、ないから、みたいな感じで言っていて、だから、あのまあ、マニュアル通りなんでしょうけれどもね、私、その先を聞きたいって言ってないんですよ。言ってないの。言ってないのに、 えと来週のこのこあたりはどうですかしかも私の言う都合を聞かないで何日の何時ぐらいはどうですかって向こうが一方的に時間を示してくるっていうここに対して私はめちゃめちゃあの不快感を覚えるタイプなんですよ。お客様っていうふうに思うんだったらその人の予定聞いてから自分合わせるじゃない本当は だけどそこも自分たちの都合に合わせてお客さんの都合を当てはめようとしちゃってるあたりがすでにどうしてそんな上からなんだろうみたいなっていうか話聞きたいって言ってないんだからなぜアポを取ってこようとするのか不思議って思って、ね、いやあの導入するあれもないですしっていうふうにね思って、はい、あの特に今のところは考えてませんっていうことでね、まあ、お話は終わりにしたんですよ。 で、ここが、あのまず、同意、私の同意がないのに、いきなり日程のアポイントを取ってくるっていうあたり、おかしいですよ。しかも自分の都合を先に言ってくる。すごい、この失礼な営業スタイル、どうにかなりませんかみたいな。どこもかしこも、割とこのスタイルですよね。そこの日時に入れたいのは分かりますよ。分かるけど、普通はこちらの予定聞くのが、オファーをしてきてる側の、あの、 基本的な姿勢じゃななないいですかみたぜ上から目線で入れてくるんだにってっていうのでまず不快感を覚えるっていうのがね、まあ、1点目あるんですよ。どっちがどっちがだから上,上かっていう言い方変だけどいや言ってる方が相手に合わせるの普通じゃないっていうのがまあ私の、ね、感覚なわけですよ。でもう一個2点目が一貫性がないっていう意味なんですけどね。 どういう一貫性がないっていうのか、アポインターと営業の人は人,人間違ってもいいですよ。本当は一緒がいいけどね。違ってもいいんですけど、事例を紹介します、契約とかそういうのしません、売り込みとか言わないですからって言ってるのに、いやほぼ売り込みに近いオファーしてるじゃないですかっていう、ここに対しする不快感、<laughs> 両方ですね、一貫性がない。だったら、本当に話だけに徹して、以上でしたっていうことでね、あの またそういった事例が出たらご連絡させていただきますねっていうこれが何回かあってからやっと信じるっていうのが普通じゃないですかって思うんですよ。まあ、いわゆる、えー、とウェブ上でやる部分でいうとステップメールと言われるものに似てるような何回か接触機会があって初めてその続きってあるんじゃないのっていう、まあ、めっちゃ制約急いでますよねみたいな。 一応私も営業のプロだったからねあの、まあ、新人とは言わないけれどもそれなりの営業の人なんでしょうけどこのマニュアル通りの喋り方ほんとやめてとかって思いながら <laughs> あの私結構不機嫌な顔して聞いてたんですよもうちょっとそこあの見ようよみたいな <laughs> わざとアピールしてみたんですけどねわからないんですねとかって思いながら。 やってたんですけどねなので、まあ、これは、まあ、そういったちょっと売れない営業、まあ、会社、まあ、これで私結構その会社の印象結構悪くなってますよ。アポインターの人も嘘を言ったでしょ。売り込みないようなこと言ってて、結局営業がそれをやったら売り込みじゃないですか。ね、単なる事例紹介じゃないじゃないですか。っていう感じが1個。アポイントなんて私が 聞きたたたいいいいっって言ららアポイントの日付入れたらいいんじゃないですかもっと提案したいので日付をって言って何で向こう自分から言ってくんの自分のそこの日時とか思ってねその辺りとかまあね引っかかっちゃう人はそれで引っかかっちゃうんでしょうけど私的には結構嫌な感じっていう雰囲気で会社の印象も悪くなりましたけどねそれによって。 からもあのそこの、ね、会社のところのは、もう電話とかも、ね、受けないんですけれども。っていう感じしたんですよ。でじゃあ、これ教室業に当てはめるとどうなのかっていうと一緒です残念な共通点、いきますよ、一つ目、お客様の同意とタイミングが同意がない、タイミングが悪い二つ目、一貫性がないということです。 どういうクロージングになっていくかっていうと例えば、えー、と何かをねそういう特に売り込みみたいなのを伝える時とかに情報提供はもちろんいいと思うんですよ。でそこから先の部分で、えー、とお客様が動員をしてもっと知りたいって言った人にタイミングよくそのサービスを見せるとか、まあ、レッスンを見せるどういうのがあるよっていうっていうこれがいいと思っているんですよ。 だから、例えば、うん、と何かの、ね、レッスン、まあ、特に最近で言うと、高額の講座とかが多いのかな。えっと、それも、えー、どういう内容でっていう、もちろん説明会とかやってもいいですよ。やってもいいんだけれども、説明会のあとにある、どういう本講座がどういう講座があるのかっていう内容説明と、あとやっぱりできれば金額は書いておく方がいいと思うんですよね。私書いてますけれども。 結局それがあの当日ね割引になるなら別にそれで構わないんですけれどもうーんとその金額に見合わない人とかを無理やり呼んで無理やり気持ちを上げて無理やり契約させるっていう場合には金額隠す方が有利じゃないですかだから、まあ、それはそれでいいんですけれどもうーん、まあ、私はちょっとそれはノーサンキューっていう感じですね。 本当にそうだよね、必要だよねって内容と価値を吟味した人が説明会に来て、さらに詳しく状況とか内容を分かった上で、だからここに同意と合意があるんですよ、先に進むであろう、同意と合意ですね。説明会って言って、なんか単なる説明会だけで金額もよう分からんけど、来たらいきなりオファーをされる、しかも24時間以内にとか3日以内にとかって言われるっていう内容とか、その場でわーっと読まさせられてるんですよ。 これっていうのは、やっぱり関係性が薄い状態で無理やり契約に入っていくので、クレームが多いですよ、誤解してたとかね、うん。だから私はあんまり好まないやり方なんですよね。なので、そのずかずかお客様のところに勝手に入っていくっていうのは、いかがなものでしょうかっていうことです。同意と合意があって、その先を案内するのはいいと思うんです。だから そういういステップメールみたいな徐々にこう読んでって読みたい人が読んでって来たい人が説明会来ればいいっていうような内容になってれば私もなんですけどね強引に日付を決めに行ったり強引にそこに人を動かすようにする要は動いてきてもらうんじゃなくて動かすようにさせるっていうのはやっぱり、うん、ちょっと今は嫌われる系のやり方ですよねって思ってるんですよ。 同様に一貫性が薄いっていうのもあって、まあ、特に例えば企業塾系とかがねそのシリーズ多いんですけれども、えー、例えばそうですねいわゆるフロントセミナーと呼ばれるものはバックエンドと呼ばれるその後本編の講座と関係性があるものをフロントに持ってくるっていうのが一応設計上のまあ心理っていうか正しいやり方なんですけれども。 バックエンドは例えばすごい100万円ぐらいのなんかすごいものがあってだけどそこの中の確かに一部かもしれないんだけれどもそこが全然見えもしないフロントエンドで今皆さんが例えばツールに困ってるとかねツールインスタならインスタとかフェイスブックならフェイスブック何でもいいんですけどツール教えます講座になっていてその後ろとの関係性がそこまで関係性がないのに人だけいっぱい呼んでおいて でそこでその内容を伝えて、まあ、ほぼ制約にさせるみたいなねトークでね、その感じって一貫性がないというふうに思っているんですよ。その一部切り取りとその講座の内容を伝えますよで、そのえー、っと後ろにあるそういう講座がこんな講座があります。その、えー、ダイジェスト版みたいな形でこれをやりますと言われればお互いに合意してるじゃないですかし一貫性があるからこれいいと思うんですよ。 だけどあまりにも内容が違いすぎるここで言ってる内容と後ろに用意してる内容がちょっとその隠しながらねやってるような感じっていうのはやっぱり今時流行らないなっていう感覚があります。でこれは今例えば企業塾っていう額が大きくて分かりやすかったから言いましたけれども教室においても一緒で体験会っていうからには あのその後ろの内容のミニみたいな体験会が正しいと思ってるんですよね。例えば私がパンでやってた体験会は7000円の講座があります、ワンレッスンで、2個パンが習えます、それを1個のパンで3500円、これ倍ぐらいになるだけじゃないですかで、金額も倍になるじゃないですか、だからほぼ体験会は同じようなスケールだから、正しい人が来れば正しく後ろも制約していく。 んですよねで例えばこのフロントって呼ばれるこちらにものすごく人を集めたいがゆえに後ろの講座とはあまり関係ないけど今流行りだし魅力的だからっていう講座で集めちゃうと後ろって当たり前だけど決まらないですよだってそれが魅力的で単体がいいから来ちゃってるだけだからなので集客力は上がるかもしれないけれども制約率が下がるんですよ。 しかも割と感じが悪いっていう感じですね。<laughs> まあそこは楽しいものがそこにあればもちろんいい,い,いんですけれどもその後ろのものが本当に買ってほしいんだったら連携連動するもので組まないと無理ですよっていうことです。つまり今回私が若干不快な思いをしたセールスっていうのはその後ろの内容を先に私にオファーをしてその内容をお伝えしたいっていうことでアポイント取るべきだし でさらにその金額も明示しててくれないとある程度お互いに時間の無駄なんですよね。本当にこの手法をやめてほしいとかって思うんですけどね。だからあの一貫性ということと相手の同意と、まあ、タイミングちゃんと見計らって伝えていくっていう売り込みはいらないっていう感じだから売れない営業だし売れない教室になっちゃうんですよっていうそういう話です。 SNS の使い方もあの似たようなところがあってもちろん興味が持ってもらえる人が見たらねそれでいいよっていうのをたまに言うのは構わないんですけれどもなんかもういつでも集客いつでもっていうのはもう自分本位でしかない雰囲気になっちゃうのでここはねやっぱりあのしっかり改める必要があるなと思っています。 基本は知りたい人が知りたい情報を伝えるだけなので、もちろん興味がない人はスルーしてもらっていいで構わないんですけれども、価値を測る上である程度価格的なものっていうのは、価値を測る上で必要な部分にはなるので、特に体験会とかに誘致したいのであれば、こういう講座があります、これぐらいのボリューム感あります、その説明をするための体験会ですっていうと、 そう、そんなにこうギャップがないですよね。やっぱりそういう形で見せていくっていうのがまあ正直系っていうわけじゃないですけれども、あの正しい人を正しく集めていくやり方なんじゃないのかなっていうふうに思っています。はい、ということで本日のまとめです。売れない営業と売れない教室の残念な共通点。1つ目、お客様の同意がない。タイミングが悪い。2つ目、一貫性がない。 というこのの点がありますので、えー、なんだか制約率悪いなっていう方はタイミングとかねお客様どういう得ながら話を進めてるかっていうのとオファーと最後の商品の一貫性大丈夫かっていうのをちょっとチェックしてみてもらうといいかなというふうに思います。ははいいい以上になりまますすよろししくお願いいたしますそれでは